テレビの前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。美しい月が秋の夜空に映えます。8:30、現在首位独走中、シエル。今日の対戦相手はレッズ。このまま突っ走ってほしいものです。実況はおなじみの安塚博士、解説は元日本代表の水沼貴さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。夜空には星一つ見えません。前半開始直後、シエル無難な立ち上がりを見せています。よろけながらもキープ、右に短く出します。ゆっくりと上がります。右から展開します。岡野独走態勢、ゴール直前でなんとか阻止しました。前半14分、シエル攻め込む隙を伺っています。ロングパス、
無難に繋いでいきます。追いつけない。さてどうしますか。ゴールに迫ります。おお、これは悔しい。前半20分が経過しています。ボールはレッズ。さあ注目しましょう。突っ込んできた。8番大きくクリア。前半も残すところあと5分。シエル、ここはしっかり守っていきたいところです。一人で行くのか。ここで笛。場内がシーンと静まり返っています。決まった。ゴール。前半残りあと5分、レッズ先制のゴールを決めました。ベギリスタイン、チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。ベギリスタイン、慌てず落ち着いて決めました。落ち着いてましたね。思い切っていくとね、かえって失敗するんですよね。前半残りあと3分、シエロ1点を追う展開。8番ゴールに迫ります。シエロ、ゴール前にボールがいった。決まった。シエロ同点ゴール。前半残りあと3分、シエロここで同点に追いつきました。決めたのは8番、素晴らしいシュートでした。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。8番絶妙なパスからゴールを決めました。この一つ前のプレーで決まってましたよね。いいパス出しましたよ。もうこのパスで決まりましたね。ここで前半戦が終了。1対1、同点です。水沼さん、前半振り返っていかがでしょう。同点ですからね、まだまだわからないと思いますね。で再び試合が始まります。後半5分を回ったところです。レッズシステムを 3-4-3 に変更してきました。シュートチャンス、打た、決まった。シエロ逆転ゴール。手元の時計で5分が経過しています。8番逆転ゴールが決まりました。シエロ見事に逆転しました。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。ゴール前の混戦を制しました。この混戦状態の中でね、よく決めましたよね。まあ技ありのシュートですね。手元の時計で15分になろうというところ。シエロ全く攻撃の手を緩めません。アグレッシブな試合展開です。レッズディフェンダー慌てて戻ります。ゴールに迫る。ここで笛。これが決まった。ゴール。後半14分、シエロチャンスを逃しませんでした。決めたのはウキ。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。浮き、ゴールキーパーの動きを完全に読んでいました。
結構プレッシャーかかるんですけど、よく決めましたね。これを決めるか決めないかで流れが変わってましたよ。手元の時計で35分を回ったところです。シエル少し攻めあぐねている様子。川本、巧みなボールさばき。川本、やはり無茶でした。後半のロスタイム、シエロ、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。橘、ここからどう攻めるか。鋭いパスが通った。あーっと、ここで笛、絶好のチャンスをもらいました。シエロ、後半ロスタイム、浮きダメ押しのゴール、全く容赦ありません。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。浮きゴールキーパーの動きを完全に読んでいました。落ち着いてましたね。思い切っていくとね、かえって失敗するんですよね。ここで主審のホイッスル、試合終了です。試合の結果はご覧の通り、1対4、シエの大量得点でこのゲーム制しています。水沼さん、残り試合も少なくなってきましたが、後があまりありませんからね、踏ん張りどころでしょう。放送席解説は水沼貴史さん、実況は八塚博士でお送りいたしました。水沼さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう、さよなら。
全国1億5000万のサッカーファンの皆さん、こんにちは。あいにくの雨となっています。本日は J リーグセカンドステージ第14節、勝ち点33、現在首位独走中シエロ。今日の対戦相手はエスパル。このまま突っ走ってほしいものです。実況担当は安塚博士。今日の試合解説は木村和司さんにお願いしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キックオフです。スタンドでは傘の花が満開です。前半2分、シエロ、無難な立ち上がりを見せています。慎重に運んでいきます。奈良橋、左に短いパス、強烈なスライディング、手元の時計で15分が経過しています。ボールはエスパルス。さあ注目しましょう。さあどこにパスを出すか。シエロ、ここでパスの目を摘んでおきたい。左から行った、打った、キーパーまさに神業。まだボールは生きている。タルクラが仕込んだ、決まった。エスパルス先制ゴール。前半17分、エスパルス先制のゴールを決めました。落ち着く、チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。オキツ、絶妙なパスからゴールを決めました。ここは守備がボールウォッチャーになってしまった結果ですね。まあ典型的な守備のミスですね。前半23分、シエロ1点を追う展開。ここから反撃の糸口がつかめるか。ゴール前チャンスだ。オリバー、これは無理だったか。ここで前半戦が終了、0対1、シエロ1点のビハインド。木村さん、前半をご覧になっていかがですか。1点取られましたが、その後頑張ってしのいでますね。試合再開です。後半開始直後、シエロ攻め込む隙を伺っています。安定したパスを見せます。浮き、右に振ります。立花、どう攻めるんでしょうか。強烈なスライディング、ここで笛、決まった、ゴール。後半2分、浮き、見事な同点ゴールを決めました。シエロ、ここで同点に追いつきました。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。浮き、ゴールキーパーの動きを完全に読んでいました。これは落ち着いてました。まあ入って当然、外せば罰金もっていうところでしょうかね。後半10分になろうというところ、両チーム一歩も譲りません。戦術を切り替えた方がいいんじゃないでしょうかね。森岡、右サイドを進みます。絶好のチャンス、打った。小野、よく抑えました。後半17分、ボールはエスパルス。シエロ、さあどういった守りを見せるのでしょうか。伊藤、無難につないでいきます。ここで笛、
手元の時計で15分が経過しています。シエロ、さあ守りきれるか。直接狙った。もうちょっとでしたね。後半25分が経過しています。さてどうしますか。ファール覚悟か。ここでカウンター、奈良橋。さてどうしますか。浮き左に短いパス、速いボールがいったぞ。合わせた、足で止めた。後半39分、あーどうしたんでしょうか。インターセプトされました。矢野、右へ、激しいマークだ。新谷、ディフェンダーをかわした。新谷、まあそれしかないでしょう。新谷、左へかわした。シエロ、ゴール前にボールがいった。フリーだ。キーパーよく防いだ。後半終了間際、シエロ、ここでなんとか踏ん張りを見せてほしい。巧みなボールさばき、絶好のチャンス。打った、入った、ゴール。後半終了間際、決めたのは内藤、素晴らしいシュートでした。 VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。内藤、ゴール前うまくパスに合わせて得点です。まあ典型的な守備のミスですね。マークが外れた格好ですね。ここで主審のホイッスル、試合終了です。終わってみれば1対2、シエロ1点に涙を飲む結果となりました。シエロ、そろそろ優勝の言葉が思い浮かぶと思いますが、まあこういう展開は本当にいい感じだと思いますよ。放送席解説は木村和志さん、実況は安塚博でお送りいたしました。木村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう、さようなら。さようなら。
テレビの前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。日も次第に短くなり、秋の到来を告げております。今日は J リーグセカンドステージ第15節、今シーズン優勝に王手をかけています第1位シエノ。今日の対戦相手はサンフレッチェ。注目の一戦です。実況はおなじみの安塚博士、放送席には J リーグで活躍されました水沼貴史さんがいらっしゃいます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。キックオフです。シエル、今日は 5-3-2 のシステムで臨んでいます。徐々に詰めていきます。シエロ、左から展開します。いったー、キーパーよく見ていた。手元の時計で15分になろうというところ。シエロ、ここから得点に結びつけることができるのか。激しいマークだ。上がっていきます。シエロ、オープンスペースを探します。巧みなボールさばき。キーパーボールを抑えた。前半25分になろうというところ、両チームとも無得点。さあ注目しましょう。右サイドフリーです。無難につないでいきます。奈良橋、どう攻めるんでしょうか。センタリングのチャンスだ。あっと、ボールこぼれた。決まった、シエロ先制ゴール。前半24分、シエロ先制のゴールを決めました。川本、チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。川本、華麗なボレーシュートです。こういうボールは見てて気持ちいいですね。いや、しびれますね。僕も脱帽です。前半35分を回ったところです。さてどうしますか。あー、どうしたんでしょうか。インターセプトされました。ディフェンス陣油断したか。完璧なタイミングです。サンフレッチェ、ディフェンダー合わせて戻ります。アイヌ、独走態勢。あーっと、ここで笛。これが決まった、ゴール。手元の時計で35分を回ったところです。ウキ、きっちりと決めてゴールイン。シエロ、1点をもぎ取りました。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。ウキ、ゴールキーパーの動きを完全に読んでいました。落ち着いてましたね。これを決めるか決めないかで流れが変わってましたよ。前半残りあと5分。あー、どうしたんでしょうか。インターセプトされました。奈良橋、立花、左に短いパス。ディフェンスの様子を伺っております。さあ、チャンスだ。どこに上げるのか。シュートチャンス、押し込んだ、ゴール。手元の時計であと5分。シエロ、1点をもぎ取りました。監督も喜んでいます。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。川本、ゴール前うまくパスに合わせて得点です。この一つ前のプレーで決まってましたよね。いいパス出しましたよ。もうこのパスで決まりましたね。前半45分が終了。0-3、シエル3点のリード。前半いかがでしょうか、水沼さん。よっぽどのことがない限り大丈夫じゃないですかね。
半45分、今始まりました。手元の時計で10分になろうというところ、サンフレッチェシステムをセンタリングのチャンスだ。キーパー1対1決まった、ビューティフルゴール。手元の時計で10分になろうというところ、決めたのは矢野、素晴らしいシュートでした。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度、矢野無難に決めました。いい形でゴールに持ち込んでますね。いいところに蹴ってますよ。後半15分になろうというところ、シエロ全く攻撃の手を緩めません。アグレッシブな試合展開です。シュートチャンス、蹴った、押し込んだ、ゴール。手元の時計で15分になろうというところ、シエロ1点をもぎ取りました。浮き、きっちりと決めてゴールイン。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。浮き、相手ディフェンス陣の一瞬の隙をついてのゴールです。もうこのパスで決まりましたね。こういうのをキラーパスって言うんですよね。ここ以外にはないというところを狙ってましたね。杉下、左コーナーから蹴るのは得意としています。手元の時計で30分も回ったところです。浮き、きっちり決めました。絶好調、ハットトリックです。監督も喜んでいます。 VTR が出ます。もう一回見てみましょう。浮き、いいところに張っていました。こういう形から決められるっていうのはかなりの強みなんですよね。セットプレーの重要さがこれで分かりますよね。ここで主審のホイッスル、試合終了です。試合の結果はご覧の通り0対6、シエル大量得点でこのゲーム制しています。シエル今日の勝因はチームの総合的な力の勝利でしょうね。見事に練習の成果が出ましたね。放送席解説は水沼貴史さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。水沼さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう。さよなら。
いかがでしょうか。日の落ちるのが早まってきたのが実感できます。長く越して苦しい道のりでしたが、それが報われました。現在首位独走中、今シーズン優勝に王手をかけていますシエン。今日の対戦相手はフリューゲル。注目の一戦です。実況はおなじみの安塚博士。今日のこの試合、解説は元ミスターマリノス木村和司さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。支援、どうやらシステム的には 5-3-2 という守備的な布陣です。ディフェンダー合わせて戻ります。前半10分になろうというところ、シエロコーナーキックとなります。ヘディングシュート決まった。シエロ先制ゴール。試合が動き出しました。先制シエロ。決めたのはウキ。芸術的なシュートを見せてくれました。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。ここはうまく決めてきましたね。まあたった一本のコーナーキックで決まっちゃう場面もありますからね。前半15分になろうというところ、シエロ、さあどういった守りを見せるのでしょうか。ここからどう攻めるか。打った、ボレーでいった、届くか、決まった、フリューゲルス同点ゴール。前半15分になろうというところ、まさかの同点ゴールを決められてしまいました。シエロ追いつかれてしまいました。
VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度、ハト、リバウンドか、うまく押し込みました。まあこれは向こうが一枚上手でしたね。ディフェンダー陣、気合を入れ直さんと。ここで前半戦が終了、1対1同点となっています。木村さん、前半振り返っていかがでしょう。早くもう1点取って安心させてほしいですよね。試合再開です。木村さん、フリューゲル戦術を変えてきましたか。そうですね、ゾーンプレスディフェンスを引いてきましたね。原田パスを出します。あっと、インターセプト、ボールを取られます。新谷大きくクリア。手元の時計で20分になろうというところ。シエル、ゴール前綺麗に上げた。絶好のチャンス、打った、決まった、ミラクルゴール。後半19分、シエル、いい形でゴールを奪いました。チャンスを確実にものにしました。 VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。吸い込まれるようにゴールイン。いやー、すごいですね。これは非常に美しいゴールだと思います。もう芸術ですね。後半40分になろうというところ、シエロ、勢いがあります。フリューゲル、ボールを奪うことができません。無難につないでいきます。新谷、右から行くのでしょうか。ダイビングヘッド、決まった、シエロファインゴール。手元の時計で40分になろうというところ、アイヌ、ダメ押しのゴール。全く容赦ありません。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。絶妙のクロスでした。あとは待って合わせるだけといったいいボールですね。まあわしゃあのぐらいできたんですけどね。ここで主審のホイッスル、試合終了です。試合の結果はご覧の通り、3対1、シエロ勝利を収めています。シエロ、とうとう次の試合で優勝が決まりそうですね。勝負は下駄を履くまで分かりませんからね。油断しないことですね。放送席、解説は木村和志さん、実況を安塚博士でお送りいたしました。木村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう、さよなら。さようなら。
さん、ご機嫌いかがでしょうか。秋の夜長をサッカー観戦で過ごされている方も多いかと思います。長くそして苦しい道のりでしたが、それが報われました。現在首位独走中、今シーズン優勝に王手をかけていますシエノ。今日の対戦相手はグランパス。注目の一戦です。実況はおなじみの安塚博士。今日のこの試合、解説は元ミスターマリノス、木村和司さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、キックオフです。星空は雲に隠されています。前半5分を回ったところです。シエル、巧みなボールさばき、体で止めに行った。シエル、絶好のチャンスを潰しました。手元の時計で20分になろうというところ、グランパス、ディフェンスの様子を伺っております。平野、誰に合わせるか。絶好のチャンス、打った、決まった。グランパス先制ゴール。前半19分、グランパス先制のゴールを決めました。小倉、チャンスを確実にものにしました。VTR 上がったようです。今のゴールシーン、もう一度。最後に決めたのは小倉。この選手をマークするのは一体誰だったんでしょうかね。ディフェンダーももう一頑張り必要ですね。手元の時計で25分になろうというところ、シエロ、1点を追う展開。とにかく早く1点返してほしい。まあ、いい中盤構成ですね。ゴールに迫ります。シエロ、相手ディフェンスを破れない。ここで前半戦が終了、1対0。シエロ、1点のビハインド。木村さん、前半をご覧になっていかがですか。とにかく早く1点返してほしい。再び試合が始まります。あーっと、ここで笛。イエローカードが出ました。ここで試合終了。終わってみれば1対0。シエム、決定的チャンスを生かしきれず完封負けを喫しています。シエム、とうとう次の試合で優勝が決まりそうですね。勝負は下駄を履くまで分かりませんからね。油断しないことですね。放送席、解説は木村和司さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。木村さん、お疲れ様でした。どうも失礼しました。それではこの辺でごきげんよう。さよなら。さようなら。
の皆さん、こんにちは。あいにくの雨となっています。今シーズンのリーグ戦最後の試合です。この試合、サポーターのためにも意地を見せておきたい。第1位シエロ、最終戦の相手はセレッソ。さあ注目しましょう。実況はおなじみの安中博士、放送席には J リーグで活躍されました水沼貴史さんがいらっしゃいます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。キックオフ、ああ試合開始です。手元の時計で5分になろうというところ、コーナーキックとなります。手元の時計で10分が経過しています。両チームとも無得点。さあ注目しましょう。杉下、イエローカード。前半20分になろうというところ、シエロ、ここから得点に結びつけることができるのか。無難につないでいきます。シエロ、さてどうしますか。この位置から打った、クロスボールか、ゴールに迫る、打った、決まった、シエロ先制ゴール。手元の時計で20分になろうというところ、シエロ先制のゴールを決めました。浮き、チャンスを確実にものにしました。VTR 上がったようです。今のゴールシーン、もう一度。浮き、無難に決めました。いいシュートでしたね。これは自信になると思いますよ。いいプレーですね。手元の時計であと1分。さてどうしますか。あっと止められました。これは完全に追われていました。ロングパス、無難につないでいきます。シエロ、ここでパスの目をつんでおきたい。絶好のチャンス、なんと。前半45分が終了。1対0、シエロ1点のリード。前半いかがでしょうか、水沼さん。安心できる得点差じゃないですよね。後半5分になろうというところ、テストシステムを 4-4-2 に変更してきました。まあここはノーマルに行くでしょうね。右へ無難につないでいきます。新谷、ペナルティエリアまで行くか、シュートチャンス、あとボールこぼれた、入った、エクセレントゴール。手元の時計で5分になろうというところ、浮き、きっちりと決めてゴールイン。シエロ、1点をもぎ取りました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。浮き、いいところに張っていました。シュートを枠に打つっていうのは基本ですからね。ディフェンダーのチェックが遅れたっていうのが幸いしましたね。後半10分を回ったところです。ボールはシエロ、ここは監督の声に応えたい。つなぎながら様子を見ます。福永、速いパスワークです。杉下、まさに神業。
杉下、ここからどう攻めるか。後半12分、川本、きっちりと決めてゴールイン。シール、1点をもぎ取りました。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。川本、相手ディフェンス陣の一瞬の隙をついてのゴールです。この一つ前のプレーで決まってましたよね。いいパス出しましたよ。もうこのパスで決まりましたね。手元の時計で20分を回ったところです。シエロ、勢いがあります。佐野、押し込んだ、ゴール。手元の時計で20分が経過しています。キーパー悔しがっています。シエロ、1点をもぎ取りました。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。絵に描いたような絶妙のセンタリングでした。文句のつけようがないセンタリングでしたね。あとは合わせるだけというクロスでしたからね。後半35分、テストコーナーキックでゲーム再開です。キーパー相手の動きを本当によく見ていました。後半終了間際、シエル、徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。矢野、そのままゴール前まで走り込む。ブタッ、あーっとまだチャンスは続いている。これが決まった。後半終了間際、浮き、きっちり決めました。絶好調、ハットトリックです。監督も喜んでいます。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。浮き、いいところに張っていました。シュートを枠に打つっていうのは基本ですからね。ディフェンダーのチェックが遅れたっていうのは幸いしましたね。ここで試合終了。選手やサポーターは優勝の興奮でものすごいテンションです。Jリーグセカンドステージ優勝です。これで両ステージに優勝。今年度の J リーグナンバーワンを決めました。各選手サポーターに大いに優勝をアピール。サポーターはそれに声援で応えています。まさに一人舞台でしたね。それでは関西山のスタジアムからお別れしたいと思います。ごきげんよう、さようなら。
ってみる。